はい、皆さんこんにちは。今日は2021年の1月の25日ですね、月曜日でございます。はい、まず快速運営のね、出発進からスタートしまして、それからね、日田5号のね、出発進を取っていきたいと思います。そんなことでね、私立救難救護、今日は南陵編成をスタートさせていただきたいと思います。はい、このような形でね、日田5号でございますね。はい、まず先頭5号車から始まっていきます。で、キロハのね、グリーン車を連結しておりますね。はい、今日はね、日田5号をね、増結しておりましてね、6両編成でございますね。まあ、すごい煙でございますね。やっぱりディーゼルのね、特急とかね、そういったものがね、スタートするとこんな感じで煙がね、すごくなります。でね、当然ね、皆さんには多分伝わらないんですけれども、私こうやって撮影してるとね、まあ、日田号とか南紀号が行った後、すごいね、あたりがね、煙たくてね、まあ、なんでしょうかね、まあ、霞かかってるっていうぐらいのね、このディーゼルの煙が漂っております。そんな感じでございます。はい、2号がね、到着してまいりましたね。2号でございます。2号が出発していきました。はい、続いてはね、3号がね、入線をしてくる予定でございます。はい、3号についてはね、4両編成でございます。今からね、これ、ね、渡り線を使ってね、12番線のね、関西本線の上りの本線にこれが、合流をしていきます。なんか見てて分かりますよね、あそこの線路をね、ちょうどこっちまで来るのかなと思ったら、こずにね、横にそれていくような形で、なっているところが分かりますね。これポイントをね、通過するときのね、このレールじゃないの、車輪を見てるのが結構私好きでね、まあ、そんなことですね。3号が到着をしました。はい、運転手の方がね、停止位置を確認しながら、操作をしております。はい、車番を取ってまいりました。はい、85-1111がね、ここに存在しました。まあ、本当にね、南紀号にずっと使われているような感じですけど、いつね、日田号に使われるかも分かりませんので、そのあたりはね、まあ、別にどっちがどっちを使おうが別にいいのかなって思っております。はい、今日はね、これね、キアのね、まあ、これ検査車両ですよね。これがね、走ってきたので撮っておきました。まあ、3両ね、固定編成なんで3両編成ですってことでね、レールを運ぶものとはちょっと顔が違いますよね。こちらには人が乗るため、乗って作業するため、特にデッキっていうものはなさそうですね。ステップはついてそうですけどね、デッキがね、なさそうですと思いますね。はい、そんなことでね、1号についてはね、今日の1号についてはね、2両編成でしたのでね、撮影しておりませんということでございます。なのでね、今日はね、この3号で終了でございます。はい、動画はね、3号のスタートで終了でございますのでね、皆さん最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また明日も撮ってまいりますのでね、ぜひともご視聴いただければと思います。それではね、チャンネル登録まだの方はぜひともチャンネル登録をお願いしたいと思います。それでは皆さん、さようなら。